どうもチャックバスです。今私はウエスト55丁目あたりにいて、今日の、ね、ディナーにしようかなと思って、こちらファイブガイズバーガーっていうハンバーガー屋さんなんですけども、今回紹介させていただこうと思います。ちょっとねホテルに戻んなきゃいけないんで、今回は店内ではなくね、ホテルの方でいただきたいと思うんですけども、今回ね、テイクアウト利用させていただこうかなと思ってます。それでは行きます。店内はこんな感じです。チーズバーガーとフレンチフライ頼みました。で待ってる間にね、このピーナッツがいただけます。無料で、もし利用の方は利用してみてください。それではね、ちょっと呼ばれるまで待ちたいと思います。はい、受け取りました。このね91番っていう番号札が、レシートにも、ね、記載があって、この番号を呼ばれます。で呼ばれたら取りに行くっていう感じですね。2つで15ドルなんで、まあ1700円、15ドルなんで、そうですね、1700円1600円ぐらいですかね。それはちょっとホテルに帰ってからねいただきたいと思います。ではね、部屋に帰ってきました。油半端ないですね。では開けていきたいと思います。フライドポテトとチーズバーガーですね。美味しそうですね。それではいただきたいと思います。ハンバーグ、ホテルに着くまでね20分ぐらいね持ち歩いてたんですけど、まだあったかいですね。フライドポテトもすごい美味しい。まあここもね、たまに雑誌載ってるお店なんですけども、まあ、私はねここ、6年7年前ぐらいに初めて来た時にね食べたお店で、もう一度どうしても食べたくてね今回寄りました。ハンバーガーも大きくてね、ポテトも美味しいんで、よく皆さんもね、もしニューヨーク来られる方はファイブガイズバーガーですね。私が行ったのはウエスト55丁目のお店なんですけども、多分他にもあると思いますんで、もし、ね、検索して出てきたりしたらぜひ行ってみてはいかがでしょうか。まあ今回ちょっと短い動画になったんですけども、ファイブガイズバーガー紹介させていただきました。ポテトもねすごい美味しい、ね、で待ち時間にピーナッツが食べれるっていうことでね、おすすめとなっております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。